んのへそくりウォーズニートの攻防。はい、へそくりウォーズがですね、この度3周年を迎えましたね。おめでとうございます。まあ、ちょっと収録してるのは次の日の2月9日なんですけども、一応まあ、ゲーム自体もね、2月9日にリリース記念。だけど、まあ、金曜日だったってことで、実際は2月の8日、前の日にですね、メンテが終了しまして、いろいろ増えました。むっちゃ増えました。まず更新内容見ましょう。こちらですね。ツイッターでもびっくりしたんだよね。へそくりウォーズにおそ松さん着ぐるみが登場ね。こちらはですね、結構ね、いろんなイベントかな、松の市とか、あとはフェス松さんとか、あとそういう系のイベント、DVD とかの手渡し会とかでね、あと最近だったらポンポンかな、頭ポンポン会とかで出てたんだよね。でその6つ子の着ぐるみがあとへそくりウォーズに満を持してコラボとして登場ということで、ね、この着ぐるみのポテンシャルね、びっくりするからツイッターとかでもね、よく見るんだけど、実際自分はチョロ松兄さんだけは直接会ったんだけど、すごいポテンシャル。で、ちなみにこちら。なんと、サマー仮面もいます。これはね、フェスマスさん18で見た方は、ね、結構いらっしゃると思うんですけど、これもいるからね。で、ポイント集め大作戦。最終面のステージクリア報酬では、賞が手に入りますと。私ポイント集め大作戦なので周回しなくちゃいけません。でステップアップガチャ、こちら新しいキャラですね、スイートヴィランです。こちらですね、スイートヴィラン、地上タイプのキャラの能力をアップさせる。攻撃力と HP がすごく高い。イベントとポイントとバトルポイントで運動変速量がちょっと増える。ほう、なるほど。なるほど。チーム内の、ほう、なるほど。ヴィラン2人いた場合は地上タイプの攻撃力と HP 強化ね。このビジュアルね、一応ね、服装やらいろんなアクセサリーで全員の色が入ってるんですよ。よく見たら混じってるんですけど、このビジュアルねすっごいよね。よくここまで考えたよねよく見たらね、これメガネもそうだけどさ、このぐるぐるメガネもそうだけどさ、エスニャンが白いのねエスニャンまでさヴィランになっちゃってるよ。で、すいませんね、こんな方とね、トッティがね、見た感じ、いい感じに似合ってるんだよね。個人的に。よし、ここに戻りました。で、これのステップアップガチャがあります。こちらは優勝ですかね。優勝ですね。と、3周年記念ガチャ。お一人様1回のみ、対象シリーズが、2体確定で発出されるガチャ。レベル99、クトルフミニ、極楼聖夜、魔法少女、パンザー、シンパンクパレード、クトルフ深夜、映画のおそ松さん、松犬、松の丸追跡。最近出たキャラばっかりですね。で、優勝ダイヤです。こっちは。で、星の確定ガチャも別であります。これはまた別のキャラね。で、毎日限定ワンチャンガチャ、これまた別のキャラね。また別のキャラ、こっちとはまた別ね。で、バレンタイン排出、星音、とりあえず格差ガチャ。バレンタイン系ね。
レンタインだから、確か、なんだっけ。いや、関係ないか。バレンタイン系でいいのか。確か、気候タイプのチョコもそうだったはずなんだよ。そしてスイートビーラン。確定チケット。これはさっきのやつですね。で、アクション上実確率アップ。シンクズニーピース。ショコラブティックとトッティーカ。異国の石、石畳か。愛され金のタタボガチャ。ほうほうほう。汗で見ましょう。アトラクションショコラブティック。あ、新しいね。ショコラブティックできたわけだ。ポイントアップショー。期間限定でポイントアップ大。ポイントアップショーが素でついてるのはいいね。これは、集会のためには必ず手に入れたいね。で、復刻ですね。コードネームニート。ドラッカークイーンね。そして、お縛り大作戦003周年。お縛りより愛を込めて。これは、星さんスカリチケと、普通難易度ステージ10だと、報酬で星をスカチケで1枚手に入る。これは後であげます。別であげます。ラグナパッカー、かっこ着ぐるみ、スイートヴィランね。これのね、使用可能シリーズがね、謎なんだよね。何が使えるんだろうね。後で追加されるのかな、訂正とかで。もしくは隠してるのか。10個パック買うと、サマー仮面着ぐるみスカチケがもらえますと。ほう。10個でもらえるんだ。へぇ。サマー仮面シーン。こういう曲が超絶、超絶ってなんだ。HP がすっごく高い。移動速度がちょっと速い。サマー仮面着ぐるみはポイントアップ第1期間限定ね。常用でもよかったんだけどね。現在解説にダイヤ購入キャンペーンのおまかでキットしよう。そして、着ぐるみスカチケ。特定の息子が使ってできるチケット。これが、着ぐるみスカチケでしょ？おっとっと。これは普通のスカチケなのかな？全員着ぐるみね。いつもの。ああ、ほう。嫌味も入ってる。星さんスカチケ、ほぼほぼ全ての星さんキャラクターが一体スカウトチケできるやつね。はい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 。まだ星さんの10体持ってないキャラもしいればこれで手に入れるべきですね。わ、むっちゃ多いわ。むっちゃ多い。私がほとんど手に入れてるはずだと思うんだけどね。星のスカチケは何が手に入る？お縛り大作戦で手に入るキャラね。最大で人狼も入ってる。ああ、アツシ君とか彼女さんもいるのね。ほう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 。自分どこだろうな。埋まってないところ埋めたいな。初期のキャラと最大人狼までね。最新のスカチケ金、特定の星のキャラクターから1体が使わずできるチケット、パレースイーツパレードギリシャ神話カジノ紅茶スチームパンクバンド私服、最新のウルスケマンダ、ファーウルスケだと最大で死神までね。あと、いや、あ、これはあるね。いっぱい追加されました。とりあえず、最初の記念キャンペーン。一応ね、一応、厳密に言えば、2月9日は、アンドロイドの方の3周年記念なんですよ。で、3月9日が iOS なんですよね。iPhone の方で。iPhone、iPad の方で。
これは何だ、最後までクリアして500ダイヤプレゼント、ストーリー開催。ヴィランのストーリーなの。そしてこちらですね、3周年記念6つ子もらえます。6つ子3周年記念で500ダイヤ333万コイン、これすごいね。3周年ポイント集め大作戦でウルチケと6つ子着ぐるみゲット。手作解説のポイント集め大作戦で金の松集めてウルチケと着ぐるみ勝ちゲット。サマカミ着ぐるみですね。これ10ダイヤでもいいので買いましょう、ぜひ買える人はね。で、ステップアップガチャがこうね、優勝のやつね。まあ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 。はい。で、あと復刻。単身ポイント集め大作戦。ラグラン着ぐるみシリーズと、いや、三つもの着ぐるみを手に入れよう。三周年金の松を集めるタイプね。いくつまで集めればいいんだろう。フィードビランなどポイントアップ大作戦、ポイントアップ大、持ちのポイント集め大作戦で活躍するシリーズが発生するキャラガチャも開催中なので、まずは、そうですね。スイートヴィランの方のイベントを進めて、で、1回だけガチャ、あの優勝ガチャできると思うね、10ダイヤで。で、その10ダイヤでサマー仮面が手に入るので、段取りとしたら、まず10ダイヤ購入して、サマー仮面を手に入れて、サマー仮面をパーティーに入れて、着ぐるみのね。で、10ダイヤでもしワンチャンスイートヴィラン引けたら、パーティーに入れましょう。なくても3周年記念の方をもう一緒にパーティーに入れて、で集会がいいですね。今回はいくつまで回ればいいのかな。3周年ウルシキ、おお、いいねいいね。ウルシキ入ってなかなか、ね、ワイルドなタイムが始まるぜ。はいはい135万135万、そうマジですか。そっかかかるな。ふざけみたいですね。ほう。で、今のでとりあえず全部見たということで、はい。そうか、まずはそうだな。まずやることは一つ、まずはサマー仮面見ましょうかね。はい、手に入れました。サマー仮面スカチケ1、あとこれね、さっきもらったから一応6つ後3周年記念も手に入れましょう。そしてサマカメ着ぐるみスカチ系は期間限定なので、もらったら急いで手に入れましょう。アイテムからですね、サマカメ着ぐるみスカチ系、こちらですね。おお、いいですね。いつまで？3月1日まで。どんだけの火力なんだろうね、ちょっと検証したいね。はい、これ交換しましょう。見ましょうね。とりあえずボイス系は確認したいけど、ちょっと待ってよ、まず戻ります。これは矢印になってるね。そういえば前まで戻るとかだったはずだった気がする。右上のやつね。まず6つ後最終的にコインアップショーだけ。あらー、そうそう、じゃあいいわ
婚約ショーンだったらいいわ。三種にふさわしいちゃんとしてる能力なんだよちゃんとしてる能力って。検証しましょうか。はい、検証してきました、まずはですねこちら仏号3周年記念の方の、攻撃力はこちらです。ドン、3671たすレベルかける648となってます。こちらですね2周年記念の方と火力は一緒でした。なのでふさわしいちゃんとしてる能力隠してありますけど一応計算上では一緒前回と一緒。まあね以前出たあのムツゴロボ KZ2210 あっちは星3で10までいけた上に強いからね。まあ、こっちは婚約ショーだしちょっと微妙。持ってない方はいいかもしれないかな。婚約ショーを持ってない方は七福神あたりね。で次こちらサマー仮面着ぐるみ、こちらの火力はですねこちらです。ドン、こちらは236たすレベルかける33となっております。これね一応カラマツ兄さん的にはね火力むっちゃ高い。で誰の火力に近いかなと思って探したんですけどとりあえずパッと見た感じパッと見た感じねチョロマツかな。チョロマツ兄さんの、星3と星4の間ぐらいな感じ火力的には。まあ、それでもね、やっぱりチョロマツと違うのは、やっぱりね、フォン家と一緒で、火力プラス、HP かな。全然吹っ飛ばない。HP 高いから。だから結構硬いんだよね。で、レベル40にすると、計算したんですけど、1556。うん、なかなかにいい。移動速度もそこそこでしょ。でなのに、消費89ですからねバンバン出していいと思います。で敵からの攻撃もある程度防いでくれるのでまあコラボこのね期間限定のやつが終わったらねちょっと使用頻度は下がるかもしれないですけど、まあ持っておいて損はないと思います。さあちょっとね火またいでしまったもんでねでとりあえず無通語は多分こっちだろうな。こっちだっけ、こっちだろうな多分だよな。いた祝3周年あんま変わんないな見た目変わんない？あ、見た目変わんないね。ただ上の表記変わっただけだね。アプリリリース3周年を記念、3周年記念をお祝いして、オープンカーでパレードするムツゴ。指を6の形でパワーを集め、火の玉を放つ。これも一緒ですね。一緒ですね。見てな、カラマツガールズ。あとはよろしく。気合だ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 。多分一緒だよね。ノープランだが行くぜ。行くぞ。ちょっと待って。あ、どうせこんなちょっと変わってる。気合だ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 。ちょっと変わってんのか。ちょっと使ってるやつは違うだけで。でも火力一緒だからね。で、多分カラマツ、サマー仮面着ぐるみか。
は多分こっちだと思うんだよね。あれいない。あれ、あ、コラボではないんだ。はあ、こっちなのか。あ、こっちなんだね。じゃあ押し松出せるわ。レアボイスあるの？解放しましょうか。はあ、だいたい20で解放だからな。出せるんだね。いいね。じゃあ着ぐるみも出せんのかな。着ぐるみ出せるね。お、このロックされてるやつでは確認できた。サマー仮面着ぐるみ、ビキニの海パンに仮面をかぶった着ぐるみの謎の人物。着ぐるみの文章違うね。多分あのエピソード、あ、人気エピソード2とはまた多分文章違うんだろうね。少し人々が夏を満喫しているかどうかのチェックに余念がない。サマーが足りてない者にはサマーフラッシュを強制的に、サマーフラッシュで強制的に夏を与える。ナイスサマー。着ぐるみだからね、これ。いつ撮ったの、これ。光ってるわ。着ぐるみだからね。これナイスサマーとか言ってくれたら嬉しいんだけど。華麗に決めるぜ。やれなし。次は本気で行くぜ。俺はお前らを信じてるぜ。俺にとっちゃ朝飯前さ。レイディーたち、俺と付き合いたいなら一列になる。敵にやられたんじゃない。己に負けたんだ。はあ。いいですね。でこう集まったところで、冷たいところなんですけども、ちょっと長くなりそうなので一旦ここまでにしときますね。その他のやつはちょっとそれぞれ別々であげたいと思います。で、一回閉じたんですが、ガチャ引いてなかったんでガチャ引きます。こちらステップアップガチャのヴィランの方ですね。他のキャラクターもいますけど、まあ星は集めてもう全部持ってるかな。とりあえず10連は引きます。まだ引けるものはありますんでね。まあ出ないことを祈る。出ないことでしょ。ここだもん。まあ引けないよ。どうせ引けないよ。せめて星10にあげたいな。星じゃない、正直あの限界突破10にはしたいけど、まあ星ですね。あと5か、あと5体必要なのか。10します。出ませんでした。これサマー仮面分ですね。サマー仮面分終わって、でこっちはちょっと引けないんですけども、こっちとこっちかな。10ダイヤガチャ、こちらが1日しか限定で、こちらはまず10引けると。でバレンタインガチャはやっぱりこれか。はあ、あ、こっちも引けるのね。はいはい、10ダイヤだと何が引きますか。持ってますね。単に限界突破するだけですね。まあ限界突破なら引きましょう。10ダイヤで無償でもらえるし、おいしいおいしい。若葉だね。どの辺かな。少ないところが欲しいな。人狼、あ、いいねいいね。元優勝キャラはいいね。お、赤マライダー。うん、あ、8体、あと2体か。
と、こちら星の確定ガチャ、こっちはまだバラバラなんだよ、まばらなんだよね。子供の日揃ってないでしょ。これはパレードだね。パレード、カジノ、バンド私服もいないな。プリンスホワイトデーでしょ。赤塚村、あとは、ああいた、プリンスか、プリンスだね。プリンスでいいんだっけ。うん、とこっちでもバレンタインあるんだね。じゃあ300年300ダイヤか、3周年おめでとうございます。ホームランということで、まあ無償で弾けるからいいね。確定演出、新規一体来るかな、期待値としては。デート服ね、デート服、火力は弱いけど移動速度速いから一人立ちお世話になっております。以前ね、初期の頃は結構遅くなったね。かれこれ7体目。なるほどね、妖怪覚醒ね。9体目、あと1体で10か。着物、パレード、こっちのパレード来たか。あー、カラーギャングね、カラーギャング全員揃ったからね。あ、バレンタイン、重視マスは持ってるんだよな。あー、あ来たか。これはお仕事2だよね。自分お仕事2はね、確かここはそうだよね、11体以上持ってるね。天使キラー、ここは8体目だ。魔法ね、ほうまあプラスだけでしたね。で、1体だけ優秀、1体だけね、レアドになっちゃった。というわけで、300回記念はこんな感じでございます。300回記念。アホよ。3周年記念の300ダイヤ。まあ、こんな感じになりました。